丈夫、僕最強だから。つって実際負けてるんで黙りますね。先回りしていたというわけか。トツキと丸腰で会うわけにはいかなかったからな。なんでこんなとこにいるんだよ。お前が組織に入団できるよう紹介しよう。それも並大抵の慌て方じゃない。君らにはもう二度と危険ってやつは訪れない。俺が見張る。余計な真似はさせん。